こんにちは、バンドインナボックス情報局長のスーさんです。このチャンネルはバンドインナボックスを使った音楽制作を通してシニア層にとっての生きがいや趣味の高みを目指すための情報チャンネルを目指しています。バンドインナボックスのみならず、その周辺のプラグインや DAO などの情報も含めて私の経験上のお話を紹介していきたいと思います。そしてその先には音楽作品を商品化することにより収益化の可能性もありますので、そのお話も私の経験談を紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今回の動画はもしも弾けたらシリーズとして、もしもベースが弾けたならを紹介したいと思います。今回のやり方としては、バンドインナボックスでアレンジした曲のベースに注目して、リアルトラックの MIDI データをバンドインナボックスのプラグインに他のベース音源を挿して鳴らしてみようと思います。バンドインナボックスのベースがどのように変化するかをチェックしていただけたらと思います。バンドインナボックスで他の外部音源を鳴らしたり、リアルトラックのMIDI化などの詳しい手順は前回までの動画で何回か紹介していますので、ある程度省略し、ほとんどプリセットのまま鳴らしてみて、音源やフレーズがどれくらい使い物になるのかを実感していただけたらと思います。バンドインナボックスの音がいまいち気に入らない人や、バンドインナボックスのアレンジやフレーズをカスタマイズしたい方には、うってつけの企画だと思いますので、ぜひご覧ください。今回使ったベース音源は、Easy Bass、Mod Bass、Sample Tank 4のベース音源を比較しました。それでは、早速やってみましょう。
Thank you.
今回の動画はいかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。今後もバンドインナボックスで音楽作品を制作し、収益化に至ったノウハウと、ハウツーを紹介していきたいと思います。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またバンドインナボックス情報局長のスーさんでした。